肉の質がっていう割に原価率が 40% じゃそれ自信あるって俺聞こえないんですけど。お肉博士ですもんね。そういうとこはやっぱ自信があるってことですよね。そうじゃない。重視されるんですか。はい。なんで、全然別に僕田中さん自体悪いと思ってないんですよ。現状なんかそのすごい焼肉屋さんに詳しいわけでもなさそうだし、はい、なんかメニューにこういう画期的なこういう手法があるっていうのも、まあ仕入れがうまいなんてその最低限ですよね、それね、はい、まあ当たり前ですけどね、だからまあそれだけではちょっとインパクトには欠けるかなと思うんですけど、はい、僕がその焼肉屋さん自体がまあ経験ないので、まあ、そのお肉の質ですとか仕入れは自信あるんですが、他のその差別化ができるところが正直自信ないところあるので、だから一生懸命いろいろ考えたんですね。はい。おそらくそうですよね。はい。あとはその、令和の虎を絡めることが、他の焼肉さんにはできないことだと思ってて、うん、まあ、そこも差別化の一つだとは思ってます。なるほど。はい。はい、肉の質がっていう割に原価率が 40% じゃ、それ自信あるって俺聞こえないんですけど、だって別に、原価率上げれば俺だって肉の質上げれますよ。だからその4割他のところがかかる肉を、俺なら 35% で仕入れられるから自信があるっていうんであって、4割かけてたら俺だって別に同じルート取れますよ、すぐに。知り合い何人かね、焼肉屋経営してるやつに聞きゃいいだけじゃないですか。それどこに自信があるんですか。高いお肉を買えば、美味しいっていうのは間違いないと思うんですが、あとやっぱりその管理の方が僕は重要だと思ってまして。具体的に聞かせてください。温度、湿度、あとその光に当てないですとか、やっぱその牛を屠殺されて死後硬直が解けるのが大体2週間ぐらいからって言われてるんですけど、その見極めですとか、そういうのは経験者じゃないと絶対に分かんないことだと。じゃあそれ卸に頼まないってことですか。自分が直接買い付けに行くってことですか。卸に頼みます。だその屠殺ですとか、そのカットした日にちはこっちがいつも指定してます。うーん、なるほどね。だってお肉博士ですもんね、はい、そういうとこはやっぱ自信があるってことですよね。そうです。だからそこを全面的に押してやりたいってことなんですよね。はい、はい、うん、なんかね、うちわ向けにやるんだったらそれこそ歌舞伎町じゃなくてもうちょっと交通アクセス良くて家賃安いところがいいのかなと思いますけどね。根本的にこの金額で開業できるのかという、うん、これ地方の居抜き の開業資金ですよ。これあの首都圏じゃないですよ、もはやね。足りないお金に関しては自分で、銀行の方から融資してでも、この店はやりたいと思ってます。融資されるんですか。はい。なんで。あ、そう、根拠だ。あ、そうですか。そう、だってそんなね、個人信用持ってるんですか。はないです。借りれないでしょ、普通に。普通に借りれないでしょ。なんかあるんですか、これまで。貯金がたくさんあるとか。そんなにないです。1000万ぐらいありますよ、貯金。借りれないでしょ。行ったんですか、金融機関。はい。それでどういう反応でした、これ。200万出すよって話ですか。まあ、一応、まあ、決定はしてないんですけど、まあ、話は検討していただいてます。まあ、おそらくあの、まあ、借りれる借りれない別として借りてでもやりたいという気持ちがありますよという意味ですね、はい、要するにそういうことですね、はい、うん、あのね、はい、僕思うんですけど、はい、全然別に僕田中さん自体悪いと思ってないんですよ。なぜかというとおそらくまだね勉強の途中だと思ってます、はい、なのでビジネスの勉強がまだでききってなくて、でそのまま出てきちゃったんですよね。なのでむしろ勉強になることが今多いんだと思うんですよ、はい、ね、虎の人たちに、まあ、昨日も言われて、でいろんなこと言われた中で、あ、確かにそうだな、そう言われたらそうかもって逆に多分尊敬してくれてるんだと思うんですよね。で僕たちの言うことを素直に信じてくれて、はい、ね、あ、言われてみればそうだなってここで今勉強しちゃってる感じなんですよ。だから勉強を終えてからやっぱり来た方が、はい、多分強い自分を持ってこれると思うんですよね。なのでいい勉強にはなってると思います、僕は。いや個人的にはなんかちょっと理由もない意味付けみたいのが欲しいんですよね。例えば、まあ、例えばですよ、僕塾やってるじゃないですか。この肉を食ったら受かるとか、この肉を食ったら儲かるとか、もう何でもいいんですけど、そういうのって人間絶対必要だと思うんですよ。だって所詮肉なんですよ。そんなんどっかから仕入れてきて、どっかで焼いて、どっかで食ってるだけなんですよ。肉なんて変わりないじゃないですか。けどここで食べる、この焼肉を食べると何かパワーがもらえるとか成功できるとか、そういうなんかわけのわからん意味付けを加えることによって消費者ってマーケットが動くと思うんですよね。だからこう歌舞伎町でただのなんかちょっといい肉仕入れてきて焼いて 6,7 千円で売るなんて別にまあいいんですけど、それじゃまあ流行らないですよね、多分ね。それかまああんまりこうまあ地味地味やっていくのはいいと思うんですけど、はい、まあ、せっかくこうやってチャンネル絡めるんだったら、はい、こう何かね、こう例えば
なんかこう成功者の格言じゃないですけど、そういうねメニューを用意して、はい、まあ、その肉めくったら裏にねなんかアドバイスが書いてあるみたいな、はい、そういうの面白いじゃないですか、はい、え今日何書いてあんのやろみたいな、そういう楽しみみたいのを混ぜた方が、なんかそう値段じゃないこうエンタメ性っていうのがやっぱ歌舞伎町ならではのものが必要じゃないかなと思うんですけど、なんかアイデアないですか。そうですね、その令和の虎絡めてのアイデアはいろいろ考えてはいたんですけど、今細井社長がおっしゃっていただいたそういうのはすみません、ちょっと考えてはなかったです。今まだ言えてないけど、いろいろ言ってたじゃん、はい、林カルビとか。お通し出すときに店員さんにサービスですよって出させようかなとは。なんかそういうのとか、まあ令和のそれあの社長の名前借りたメニューは、ね、へー考えてはいます。僕だったら何になるんですか。ハッピーカルビです。全部カルビ。食べろですよね。食べろですよね。トモ、トモどこにも出てこないよね。まあ、ハッピーしかついてない。やっぱ家賃高い場所でやりたいですね。競合ひしめく。そうですね。で競合ひしめくと細井先生言ってたようにやっぱり差別化が必要になってきますよね。そう思いますね。いや家賃高いのは別に悪いことじゃないと思うんですよ。別にそれはね自信があればあのどん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 進出していいと思うんですけど、それなりのバックグラウンドがないとそれはリスクになりますよね、はい、だから俺だったらこれでこの新宿の地で輝けるって思う何かがないと新宿にする意義はないし、はい、逆にそういうのない人はちゃんと地方でそれなりの規模でやればいいだけなんですよ。身の丈に合った規模で、はい、自分の身の丈に合ってますかって話を聞いてるんですよね。